さて、あなた方が犯した重大な背信行為について大司教より沙汰がある。王国領主の先導、大修道院への侵入、大司教の暗殺未遂、聖廟の襲撃、余罪を調べるまでもないな、西方教会の皆さん。な、我々は西方教会などと関わりは。すでにあなた方の身元は割れている。見えついた芝居はやめていただこうか。神聖なる儀式を汚したことは聖職にある者にとって万死に値します。もはや根性に救いの道はありません。潔くその命をもって罪をあがなうのです。聞いていた計画とは違った。我々は騙されたのだ。何をブツブツ言っている。どう言い訳しても罪は変わらん。あなた方の魂がつつがなく主の身元へ帰らんこと。やめろ。我々を処刑するなど主がお許しになるはずがない。メギツネめ、こうやって幾人もの同胞を殺してきたのを知っているのだぞ。戦技は以上です。彼らを連れて行きなさい。というわけだ。暗殺計画も聖廟の襲撃も全て西方教会の仕業だったようだな。襲撃を指揮していた仮面の騎士の行方は用として知れないままらしい。しかし西方教会はなぜこのような。セイロス教も一枚岩ではないということだ、ドゥドゥ。教団の運営はガルグマク主導で行われる。公会議の場でも西方教会の発言権は弱い。かねてから西方教会は中央教会への不満を募らせていたのだろうな。チャンチャン、ラグレシアドクシデンテ。ああ、そうか。先生は教会に一切近寄らず育ってきたとジェラルト殿が言っていたな。セイロス聖教会はいくつかの教会に分かれてフォドラでの活動を行っている。最も大きな教会である中央教会はここガルグマクに本部を置き、西方教会はロナート教が兵を挙げたガスパール城よりはるかにし、王国一の堅牢さを誇る城塞都市アリアンロッドの向こう側に本部を置く。今回のことは西方教会が中央の権威失墜とレア様の排除を狙ったものだったのだろう。であれば当然騎士団は西方教会上層部の査問、いや討伐に乗り出すはずだ。とすると俺たちが任務を手伝うこともあるのでしょうね、殿下。ああ、だが珍しい人だな、先生も。このフォドラに生を受けてセイロス教と関係せずに生きてこられたなんて信じがたいものがある。大司教様はなぜ先生を登用したのだろうな。あの西方教会の人たちはみんなレア様に殺されてしまったんですよね。仕方ないことだわ。教えに背くのは決してやってはいけないことだもの。相入れぬものは打つしかありません。ですが先生、私はここにいたか。先生、大司教から話があるそうだ。来てくれ。大司教は生き延びたようだな。西方教会の豚どもになど元より期待はしておらなんだが。こうよ、秘宝と朗報がある。秘宝はセイロスの遺骸だ。棺にはそのようなもの何も入ってはいなかった。朗報はその代わりにあるものが棺に入っていた。あの天帝の剣だ。おお、あの盗賊の、いや解放王の剣か。盗賊、まあよい。手にしたのは新任の教師だ。やはりと言うべきか。
天帝の剣からは紋章石が外されていた。うん、そうであろうな。剣と石、二つを一つところに保管するなどはありえない。だがその教師、天帝の剣の力を使ってみせたぞ。紋章石のない剣が赤き輝きを放った。あれは紋章の適合反応と見て間違いない。なんだと？紋章石のない遺産を使えるはずが。いや、そもそも解放王の血筋はそのようなわけは。うん、しばらく泳がせておくぞ。あの教師については情報が足りぬ。それより貴様に頼まれていた剣だが、死神を貸そう。うまく使え。なるほど、あやつか。よかろう、楽しみにしておくぞ。聖廟への侵入者を撃退し、天帝の剣を守ってくれたこと、感謝の念に耐えません。その天帝の剣は英雄の遺産の一つであり、教団の所蔵品の中でも最も貴重な品です。ですが、同時に恐ろしい武器でもあります。その剣はあなたに預けます。ただし、使い方を誤らぬように。大司教、お待ちください。天帝の剣をこの者に託すとおっしゃるのですか？この者がたまたま剣を扱えたからとて、そうやすやすと預けていいものではないはずです。またネメシスのようなものが現れれば、大地は再び戦火に覆われるのですぞ。ネメシス、解放王ネメシス。千年以上前に聖者セイロスによって撃たれた人間の王だ。かつてフォドラが邪神に襲われた際、主はネメシスに天帝の剣を授けたという。ネメシスはその剣で邪神を退け、フォドラを救って解放王とあだ名されたのだ。しかし、その後は力に溺れていき、ついには自ら邪に染まって聖者に撃たれた。大司教、どうかお考え直しください。この者の資質をもう少し見極めてから。いいえ、私は確信しているのです。この者ならば邪に染まることはない。ネメシスの死後、誰一人として使うことのあたわなかった天帝の剣、長きにわたって封印されていたその剣を正しく使ってみせたのですから。わかりました。大司教がそう仰せならば、そういうことだ。大司教の信頼を裏切ることのないように。天帝の剣、解放王か。何やらわからぬ話ばかりじゃな。わしにはあのレアというものの考えがさっぱり読めぬ。なぜ最も貴重な品というその剣をお主などにホイホイと託せるのじゃ。La espada me ha elegido。本当にお主は選ばれたのか。何やら得体の知れぬ企みに巻き込まれているのかもしれぬな。それに気がかりは他にもある。前に見た英雄の遺産と天帝の剣にはどうにも気になる差があるではないか。その何という名じゃったかな、かカサリン、カタプラスマ。そうじゃ、そやつが見せてくれた雷帝と違って、天帝の剣にはぽっかりと開いた穴がある。明らかに何かが足りておらぬのじゃ。わしは分からぬことが恐ろしい。じゃが、お主のことは信じておる。お主ならば何があろうと道を切り開いて行ける。そうじゃろ。